どかなり風が強い。今追い風で斜面に向かうと第一速度55キロ出てますね。はい、高度530から上げ直しています。非常に軽いタッチのブレーキングですね、非常にスムーズ、滑らかに動きます。旋回はどうでしょうか。やってみましょう。まずリフト帯に入ったんでロールイン、はい、非常にスムーズに入りますね。そのまま斜面に向かって、あまり操作いらない、非常に滑らかに動きます。まあこの風の中で、このセンタリングはいいですね。風に向かって少しロールアウトして、はい、さらにロールイン、非常に素晴らしい旋回能力を持ってる感じですね。風が強くて風待ちしているパイロットが多いんですが、レッドハウスまで一気にトップアウトしました。ですね、ドライブのアクセレーター、これがあのキックダウンシステムのコロがついてますね。サーフアクセルをやってみましょう。サーフアクセルを踏んだところで、ここまではこのクーリー2つが作用してます。ここまではこのクーリー2つで非常に軽く、プロポーショナルに置いてますね。それからクーリーに踏むとクーリーが1個になります。1個になりますので一気に走って、このような状態、50キロまで、ね、一気に加速します。非常に安定します。手放しでも大丈夫。翼を見てみましょうか。大変安定したスピード感、これがドライブの特徴です。安定したスピード感がアクセレーションの時の速度感がドライブの特徴だと思います。タイでやってみますよ。まずはファーストステップ、ファーストステップでキックダウンまで踏み込みます。セットダウンで一気にポイントが増しますね。コンパクトで非常にいい旋回しますね。これはもうクラス2で最高レベルの旋回じゃないですかね。はい、じゃあトライブのテストを行います。フルストールから行います。非常にシンプルなやり方でゆっくり手を上げて、すごい扱いやすいですね、軽いタッチのフルストールです。じゃあ翼端を折ってみましょうか。翼端折り、はい、ごくシンプルにリカバリします。 B ストールやってみましょう。黄色いライザーを、よいしょ、あ、軽いですね。素晴らしい。イージー。では次ビッグイヤー、この2つに分けた特徴のある A ラインを引き込みます。はい、アクセレーションしますね。
ネーション、非常に安定した沈下が求められます。翼もバタバタしないですね。最高の、ターンしてみましょうか。随分降下が求められますね。はい、このコンディションでマイナス4メーターの降下が求められます。はい、じゃあリカバリーはアクセルを戻して手を上げる。はい、自然に戻りますね。はい、もう一度上げ直します。穏やかなリッジなんで、ブレーコードを長く持って、リラックスして飛べますね。はい、風の強いとこ弱いとこね、スムーズに入ってきますね。ドライブ、ジングライダーズからリリースされる、スポーツカテゴリーのグライダーですね。スポーツグライダー、非常に斬新なデザインといいますか、ジグザグインテーク、それの効果だと思います。ハイスピードで非常に翼が安定する、向かい角が変わってセパレーションポイントが、翼のノーズの方に移行してもエアが入るんでしょうね。非常に安定した、速度での高速安定性を持っています。あとは非常にですね、こうブレーコードが柔らかいですね。楽な感じで旋回も非常にスムーズに入ってきます。すべてのマドゥーバーが非常にシンプルに楽に行われますね。非常に取り扱いしやすい、順の、新しい、2010年にリリースされるスポーツグライダー、トライブです。強かったんですけれども、最後になかなかいい感じだった。素晴らしい景色ですね。平和平野、日本海、たくさん一望できました。最高のグライダーです。ナイスなグライダーです。